にして揉め事に発展さすやつの方が悪やん。そうやね。穏便に。そうそうそう。穏便に。穏便。うん。の大人の対応というかな。まあでも昨日は何もあんまり表あらへんかって普通に遊べ。周りの方がヒヤヒヤしたの、まあ、周りは別に、うん、まあちょっとそういう話題が多分裏で出てたんやろうけど、うん、表立ってはそれが問題にはならない。でも嫌や、その裏でっていうのも嫌やけど、もうちゃんとその時にもう決着はつけはったんでしょ、大原で。そう、でもどうなんかな、二人とも納得してへんの。僕はしてへんと思うけど、どういう状況か話聞いてへんから分からへんけど、眠たなったりはせえへんよね。そうだね。遊んでいないもん眠たなったりはせえへんよね。だって、まあ5時間ぐらい、うん、通常がひっくり返ってその時間帯が、そう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 、ほんねん、照明みたいなもところどころあったりしてたの、うん、あるある。そこの場所は定期的に夜もとかもやってはんの、人が集まったらみたいな。でも多分貸し切りだけちゃうかな。女の人もたくさん来たかった？女の人多かった。多かった？うん。
Thank you.